ちょっと待って、お腹痛い、お腹痛い。待って、なんで腹痛が今来る。ちょ、あの、出たー。ニュースアールは、あれハリー出てくるんじゃけど、ここに。ちょっと、ダメだよ、これ。やってきまーす。意外とうまくないか。ちょっとまずダイヤまで本気でやってみようかなっていう。離してガード、はい、エンビーしょうがないよ。掴む、どこどこどこ、ダイヤまでとりあえずモダン。いや、なんか俺いろいろ調べたんだけど、なんか1900ぐらいまでモダンで行ってる人とかいるから、気にせずやってみようかなって。一回ちょっとさ、なんていうの、操作が簡単な代わりに突き詰めるとみたいなイメージがあるからさ、いつかは変えないといけないのかなと思ったけど、なんかもう1900まで行ってる人がいるっていうのがあるんだったら、別にモダン極めてもいいんじゃねっていう。まあね、すぐなくなるんだけど俺。いや、これマジなんかね、難点マジすぐなくなる。うん、そう、ゲージなしコンボもね覚えたい。はい、ゲージなくなった。ゲージがすぐなくなる。はい、やべ、死んだ。モダンなシード勉強会、初心者にもおすすめモダンなシードの使い方。ラシードで MR2100 に到達しました。来たね。長所、そう、長所短所はでかいね。短所、火力が低い、動きの幅が減る、運び性能が低い、中距離中距離イーグルスパイクめっちゃ気になるねんけど、こんなこと書かれたら。え、助かる、こういうの。まだなしの初心者、ごめんないだけどな。強サイクロンってなんだ、強サイクロンってどれのこと言ってんだ。おさらいしよう。中中からの、アシスト中中からの、で、サイクロンが出ちゃうとね。これが出ちゃうときゃいいんだよね。これだ、イエーイなんだよね。わかるよ、わかるよ。俺今までアシストコンボ連打だったからさ、こうやって。ああ、なるほどね、トントン。これでなんでこれ繋がんないの。転がった後蹴りがしちゃダメ。あ、出ちゃいけねえの。転がってドルルなんだ。うひょー、これが出ちゃダメなんだね。なるほどね。あ、はははは、おーおーおーだ、おー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 、いや、わかるわかるわかる。タン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 なんだよ。デン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 、出るじゃん、出るじゃん。でん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 。いや、このラッシュのね、いや、俺このね、D ゲージでいうか、俺が身についたらめっちゃ上がる気がするんだよね。よく D ゲージなくなんだよね。酔っ払っちゃうからさ。ちょっと待って、お腹痛い、お腹痛い。待って、なんで腹痛が今来る。ちょ、あの、お腹痛い。ちょ、何急に、お腹痛い。お腹痛い。
出すよいろんなの。来いよ、ほら俺は誘ってんだよ、お前のインパクトをさ。ブワー来るんだろ。はい、今出た。やばいやばい、複数やばい、早くしてくれ。やば、危ない。ミス。例えばさ、ちょっと待って。クラシックって何？いや、いけないと思う。いや、これをつなげてくの、すごいことしてるね。いや、これすごいことやってるね。格ゲークラシックでやってるやつ。確かに SA 出してみたい。 SA3 ってどうやって出すの。波動2回大 P これか。これはやばいわ。ハイパーゲーム大会の時にクラッシュ、あのコントローラーのモダンで本当に良かったなと思ったんだよね。あの状況下でそのレバーレスとかでやってる人マジですごいと思う。俺手プルっちゃうからさ。緊張感する状況下でモダンはそのミスが出にくいなーってのはめっちゃ思った。今なんか俺の中で整理できた。クラシックはやめよう。例えばハイパーゲーム大会ぐらいの、例えばなんかイベントに出ることになったとしてクラシックでできる気がしないわ。今日渋春がガチ君にコーチング受けるらしいから参考にしてもいいかも。いや違うんだよ、あのガチさんが配信してたからコメントで聞きに行ったんで、ちょっとその録画見てほしいんだけど、そうイウサールからのコンボを教えてくださいって俺コメントしに行っていろいろ教えてもらったの。まずこの人モダンが分かんなすぎて、ね、イウサール出なかったんでね。イウサールを発動した。ここにあるの？何も出なくて。イウサール、あれ？あ、違うわ、間違えた。これクラシック。まあそうなるんだね、本当クラシックずっとやってると。違う。こうでこうか。で、すごい必死に教えてくれてんだけどさ。相手にヒットしたら、中段が出ん。これヒットすると竜巻がこう当たるんですよね。いやこれはめっちゃ勉強になった。これをまずこういうのが当たりますよって覚えれば、こっからね、これ弱スパイクでどう出すの？待って待ってください。弱スパイク。こうで集団が当たります。ちょっとハリー出てくるんじゃけどここに。ちょっとこれどうやってやるの？当たってこれ弱スパイク。どれ出すの？これ弱スパイク。こうか、はい、で中段、くっそ中段弱スパイク、これはいこういうのめっちゃ頑張ってくれてるでしょ。これジャンプ台系、ジャン立ち台パン。ちょっと待って、いやこれちょっとね、俺モダンね、いや覚えないけんのよ。でも俺も教えなきゃいけない。これ立ち台系大むつ、これちょ待って、あのスタミさん多分ね出せると思うんで、こっからマジ謎だよ。こうマジ謎だよ。こっから
いや、これだけ覚えてください。今これクラシックね。ほら、こういうコンボ。かっこいいでしょ。あ、意味わかんでしょ、この人。これができるんで、イウサールを、例えばこのコンボで使うと、こう、上に上がるじゃないですか。で、この後に、こうやって OD ミキサーで拾えて OD スカイハイ、ラインミキサーとかってこういうコンボできるんで、あ、今ならできそうだね。これモダンだったらちょっとできんですね、僕は。残念ながら僕のこのこれなんかあるんかな、モダンの。いや、ちょっと明日俺柴原さんにこれ教える前にモダンちょっと覚えとかねえけんどな。コンボ行くんだったら今のでいいし、こあの例えばこっからさ投げるじゃないですか。投げてどうやってね、こう投げてどうやってんの、投げないんこれ投げねえはずなくね、ショインかこれ投げました、中央からで、ユーサル発動をで、こっからね、ジャックミキサーとかでね、ジャックミキサーとかで突っ込むのも強いんですよ、ここで。ダメだよこれ。終わり。覚えておきます。っていうことが昨日ありました。ダメじゃんこれ。終わりで終わりました。でもなんかイメージはできたわ。確かにそれ、そう思うとシュートすげえな。使い分けてるもんね。一日ワンコンボ覚えてこう、俺は。